新函館北斗駅前へイルミネーション点灯式を開催いたします。北斗光回廊新函館北斗駅前イルミネーションは例年12月1日から行ってまいりましたが、今年度は10周年を迎える通信ホッキーの誕生日に合わせて11月27日より開催しております。開始日が平日となったことから、より多くの皆様に点灯の瞬間を体感してもらうため、最初の休日にあたる昨日、そして本日にも点灯式を実施することにいたしました。本日の点灯式実施にあたりまして、AEC 吹奏楽団様、大野吹奏楽団様による吹奏楽コンサートを行います。演奏される両楽団様についていただいたメッセージにてご紹介させていただきます。こんにちは、大野吹奏楽団と AEC 吹奏楽団です。両楽団は以前にも他のイベントで一緒に演奏する機会があり、意気投合し、今回合同での出演となりました。今年で創立30周年を迎えて、ますます渋さが増した大野吹奏楽団と、フレッシュで若さあふれる AEC 吹奏楽団のコラボ演奏をどうぞお楽しみください。それでは両楽団の皆様、演奏よろしくお願いいたします。本日司会を務めます大野吹奏楽団、奏でる佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。点灯式前の最初の曲なんですけども、1967年に発表されまして、80年代にディスコアレンジ版でヒットし、たくさんの方にカバーされ、今年マックカフェの CM でも耳にしたことがあると思いますけども、君の瞳に恋してをお聴きください。Thank you.
演奏の途中ではございますが、皆様お待ちかねの点灯セレモニーを始めます。これよりカウントダウンを経てイルミネーションが点灯してまいります。本日11月27日に10歳の誕生日を迎えた通信ホッキーが本日遊びに来てくれました。カウントダウン後、通信ホッキーが点灯合図のボタンを押してくれます。それでは通信ホッキーとともに5秒前から一緒にカウントダウンをお願いいたします。それではいきます。5、4、3、2、1。それではですね、もう一曲曲のプレゼントをしたいと思います。通信ホッキーのテーマをお聴きください。
ージありがとうございました。ちょっとすいません、最初途中でしまって申し訳ないです。皆さんもすいません。実はですね、いつも指揮を振ってるコンダクターが今日はちょっと不在でして、急遽大息子さんにですね今日指揮を振っていただいたんですけど、ちょっと練習不足のところがあって、我々もどうやって合わせるんだろうと思いながら頑張ってるんですけど、ちょっとで一言どうですか。めちゃくちゃ緊張してまして、昼ご飯はしっかり食べれたんですけど、夜ご飯はしっかり食べれない気がしてます。でもこの演奏終わったらいっぱいなんか食べようかなって思ってますので、皆さんの応援よろしくお願いします。皆さん、先ほど の謝りはちょっと許していただければと思います。すいません。ちょっと早いんですけど、本日最後の曲となります。TikTok でここ最近人気なのが、昭和歌謡チックな楽曲に合わせて、テンポよく首を振る首振りダンスで有名となり、今年の紅白歌合戦にも出場予定の 人気のユニットですね、新しい学校のリーダーズの大人ブルーをお聴きください。年明けのですね、1月21日にカナデールで行われます音楽体験タッチ&トライインコクトで、大野吹奏楽団、AEC 吹奏楽団のコラボのバンドが見られます。ぜひ楽器が未経験の方、申し込みできますのでお待ちしております。大野吹奏楽団、AEC 吹奏楽団の演奏に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
奏楽団、王女吹奏楽団の皆様ありがとうございました。本日はイルミネーションのほか、お隣ハッフル入り口テントにて温かいスープの販売や通信ホッキー誕生日を記念したモビリティを配布しております。この後ぜひお立ち寄りください。以上で全てのプログラムが終了いたしました。点灯式にご来場いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。